北関東電タバチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今日です。北関東電タバ Vlog、11月の2日、もうすぐ日付が明日が3日で、3日は、ハイトの E リキッド3種類、まあ、新商品ですね、発売なんですけども、まあ今ですね、こういった形で試供品をね、いただいてましてですね、レビュー用にちょっと試してるんですけど、今日はですね、スカイウォーカーを、じっくり吸ってました。で、もう、ワッテージも低め、まあ、調整できないですけど、抵抗値高めでワット低めになるようなセットアップにして、今、じっくり吸ってるんですけど、ちょっとファーストインプレッションとして、もう先に動画を上げてるんで、アップしてあるんですけども、そっちの、ユーリ RDA で吸った時とだいぶ印象が変わります。これはあれこんなんだったっけなって、ちょっと拍子抜けするような感じになっちゃったんですよね。決して美味しくないわけじゃないんですよ。ただワット高い方が味がはっきり出てたような、そういう印象なんですよね。今だからだいたい 0.8 オームなんで、実質まあそうですね、20ワット前後な出力になってるとは思うんですけど、ライチがだいぶ薄まっちゃってですね、まあ清涼剤のスースーはもともと嫌いなんで、そこは評価には入れないつもりではいたんですけど、なんていうのかな、最初にリキッド注入した時のすごいコットンのえぐみがなぜか強まったんですよね。なぜか、使ったコットンは剣道なんですけど、剣道ゴールドなのに、最初のすごいコットンのえぐみが強くて、あれと思ってリキッド全部出して、グリセリン入れて1回グリセリンだけですると、まあ普通なんですよね。まあただ味がしないだけってちょっと残りがついて、でもう一回グリセリン全部吸い切って、でもう一回スカイウォーカー入れて、やっぱりなんか今度コットンの強みが出て、えぐみがなぜか出てきたみたいな、ちょっとまあ不思議だったんですけど、剣道と相性悪いのかもしれないですね。まあで、まあ20ワットぐらいで吸ってると、まあユリの時にあったライチの強い、そのなんていうのかな、フルーティーな香りってのが全然なくてですね、結構比較的味が薄いんですよね。なんでまあまあこれから購入して実際に吸う方であれば、こういう風なコントローラブル、こういうんじゃないコントローラブルなVW のモードで 30W、35W ぐらいで吸った方がいいと思います。そうした方が多分ライチとかレモンの風味というかジューシーさがもっと出てくると思います。なんかこう低い出力だとしっくり来ないパターンですね。逆に昨日まで吸ってた、バンシーの方は低ワットで吸ってじっくりするとすごくコクと、まあ独特の癖みたいな感じなんですけど、そういう風な苦味とかしっかり出てて逆に美味しかったんですよ。そういった意味ではこの私の使ってる環境で言うと、ちょっと順位付けが、番付けが入れ替わっちゃいましたね。まああとは私一押しはやっぱり、あ、こっち違った、これも使いようか、こいつか、これエルドラド。まあちょっとこいつは試供品なんで、こんなちっちゃいボトルじゃないんですけど、こいつはバリウマです。何に入れても多分一番美味しいと思いますよ。てなわけで、今日でした。では。